上場審査と並ぶ、まあ、幅広い厳格な審査、厳しい審査だというふうに伺ってございますので、これから審査が始まりますので、緊張感を持って、審査に対応していきたいと思ってございますし、東芝は2000億円を超える不正会計を受けて、去年9月に問題が改善しない場合などに上場廃止となる特設注意市場銘柄に指定されました。東証に提出された書類は2万8000ページに及び、幹部への研修や外部の監査機能の強化など内部の管理体制をどのように改善したかなどが盛り込まれています。東証は今後指定を解除するかどうか審査を始めますが、結論が出るのは数ヶ月先になる見通しです。改善策が十分でないと判断した場合には、来年3月に再び報告書を提出するよう求める可能性もあります。